こんにちは、ひがみです。突然ですが皆さん、ヨクタングスって見たことありますか？理論は知っている方多いと思うんですけれども、それをね、目で見たことがある人っていうのはいないと思うんですよね。で、今回ヨクタングスの映像っていうのを入手できたので、実際にヨクタングスを皆さんにお見せしたいと思います。では見ていきましょう。はい、ということでこちらフードをですね、横から見た写真の方に写ってきたんですけれども、この真ん中に写っているこれが翼模型ですね。翼の模型が真ん中にセットされているという状態ですね。ちょっと分かりにくいっていう方もいらっしゃると思うので、セスナのね写真を重ねてみましょう。はい、こんな感じです。はい、ちょっとイメージつけやすいですかね。はい、ということで元の写真に戻ってくるんですけれども、次にですね、この白い線、これがですね、空気の流れを実際に見えるようにした煙の線で、この風洞は左から右ですねに向かって空気が流れているので、今この白い線が見えているという状態です。で、今回なんですけれども、こちらこの翼端ですね、翼の先端の部分、ここから出てきている翼端渦を可視化するというものなので、この風洞の後ろから見た映像っていうのを皆さんに見ていただきたいと思います。これがですね、実際に後ろから見た映像なんですけれども、簡単に、ね、説明しておくと、翼の下面側、これが制圧ですよね。で、上面側が負圧になっていて、翼の下面から上面に向けて流れていく流れ、空気の流れ、これが翼端渦の原因ということになります。では実際にこの流れがどういうふうに流れているのかを見ていただきましょう。はい、ということで右側ですよね、時計回りに回っているのが皆さん見て取れたのかなと思うんですけれども、これがですね、翼端渦ということになります。せっかくなんでね、もう一回動画をお見せいたしましょう。どうぞ。ということで、航空力学ってね、結構目に見えないことが多いじゃないですか。なので今後もですね、こういった資料をたくさん使って皆さんに分かりやすい動画配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また Twitter、Facebook もやっておりますので、そちらも併せてご確認いただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。